やっぱ原なのか。何度でも蘇る男、やっぱ原なのか。どんでんと比べたらさすがに有能やな。明宏使い出して明らかに変わったわ。我慢してお声明宏を使い続けた名称、ようやく誰を使って誰を切るべきか定まってきたか。都合だから腹関係ないよね。貯金作るまでは新人は若手使ってるし、今は褒めるターンでええと思うで。ベテランに50打席与えて若手にはなかなか打席を与えなかった結果 WWW、 ようやく若手使い始めたし文句ないわ。セカンド松田だけ全く理解できんかったけど、それ以外に関して早うやっとるわ。なんだかんだで若手もそれなりに使ってくれるし、ベテランだの若手だのいろいろ言われるが、使えない中堅を使わないのは評価してる。あれ、解散長の代打不満でしたよね。笑い、すみませんでした。これが原の采配だ。なんだろう、原の中でいろいろ吹っ切れたのか。坂本、菅野特別扱いしなくなったのはめっちゃ良いことやで。ご視聴ありがとうございました。